ようこそ、犠牲者諸君。君たちは二つの館に捕らえられている。一つは朝の館、一つは夜の館。二つの館には8人ずつ、16人の犠牲者を用意した。しかしその中には恐ろしい殺人鬼が二人紛れ込んでいる。犠牲者諸君は3枚のカードでその殺人鬼と戦ってもらう。カードを駆使し、全員が本物の犠牲者になる前に殺人鬼を探し出すことができれば、諸君らは解放されるだろう。ただし、助かるのは先に殺人鬼を探し出した館のみ。もしも、同じ時間に解決することができたなら二つの館すべての犠牲者を解放する。一つだけ約束しよう。この文章に嘘は存在しない。それでは犠牲者諸君、良い人生を。そういうわけで、あなた方は全員他の犠牲者たちと共に閉鎖空間に捕らえられました。記憶は曖昧で、どうやってここに連れてこられたのかも、思い出せません。脱出のヒントは今のところ、先ほど提示された文章だけです。つまり、閉鎖空間からの脱出シナリオってわけか。はい。あなた方には、これから二つの館に分かれてもらいます。先ほどシナリオに関するメタな質問を、しましたが、クキさんと教授が耐え忍ぶ派、キリコさん、チハルさん、富田さんがガンガン進む派でしたね。はい。耐え忍ぶ緊張感に耐えられそうになかったので。わかりました。ではそれらの回答を踏まえて、開始地点を分けさせていただきます。あ、先に言っておきますが、耐え忍ぶ派は結構大変です。だと思ってたよ。それではシェアワールド、東京都市倒幕を舞台にした記念すべき第1回クプルフセッション。スタートさせていただきます。よろしくお願いします。あなた方はとある館で目を覚ましました。直前まで何をしていたかという記憶はなぜかぼんやりともやがかかったように思い出せません。そこは立派な装飾の施してある館のホールでした。床には赤い絨毯が敷かれ、どこからも日が差し込んでいないのか、ろうそく、ランタン、ガスライトなどの明かりが灯されています。その光に照らされて浮かび上がるのは、複数の男女の影。どうやらこのホールに、それぞれ8人ずつ、犠牲者たちが集められているようです。ホールの壁には巨大なディスプレイが、備え付けられており、そのディスプレイにはピエロを、かたどった仮面が映っています。そのピエロをかたどった仮面こそが、先ほどあなた方に謎のメッセージを伝えた存在でした。なんだねこれは。一体、どういうことか説明したまえ。教授がそう言うと、ディスプレイからピエロをかたどった仮面は消え、代わりに同じような仮面をつけた人物がディスプレイに映ります。皆さんにルールを説明させていただきます。先ほど申し上げた通り、皆さんは犠牲者です。あなた方は朝と夜の館のそれぞれで、二人の殺人鬼を探していただきます。あなた方の持っている武器は3枚のカードです。あなた方にはその3枚のカードを使って殺人鬼と戦っていただきます。お、カードが3枚ある。いつの間に。3枚のカードでできることは3つ。1、殺人鬼の名前を宣言する。2、独房からの救出。3、他者のカードを取り消す。このカードは1回使用したらなくなります。1日に最大3枚まで使用して構いません。このカードを使って殺人鬼を見事当ててください。指名した人物が殺人鬼であれば、殺人鬼は独房に入れられます。2人の殺人鬼を独房に送り込んだ時点であなた方の勝ちとなります。独房から自力で脱出することは決してできません。以上がカードのルールです。出口に扉があれば開けようとします。扉はありますが、それは出口の扉ではありません。
ピエロに向き直ります。皆さんには見取り図も提示されますが、この館には外部に繋がっている扉がありません。あなた方は殺人鬼を見つける以外、ここから脱出できません。どういうこと？一体何が起きてるの？あなた方には1日に3回だけ特別な行動が許されています。質問は他の誰もいないところで、1対1で行われます。基本的にイエスかノーで答えられる質問しか受け付けません。質問の内容と答えを他の方に話すのはもちろん自由です。またこのホールの隅には古びた黒電話が一つだけ置いてあります。この電話でお互いの館に連絡することができます。ご自由に利用ください。2階には8つの部屋があります。名札がかかっていますので、その部屋を寝床としてご利用ください。状況は飲み込めたでしょうか？納得していただく必要はありませんが、ご理解はいただけますよう。そうでなければ殺人鬼に殺されるだけです。それでは1日目1回目の行動の前に自己紹介の時間を作りましょうか。殺される時まで犠牲者同士仲良くなっていただくということで。それでは犠牲者の皆様、良い人生を。って、急にこんなところに連れてこられて、そんなこと言われてもな。そして仮面の人物も画面から消え、朝野館のディスプレイには犠牲者8人の名前が表示されました。なんで僕だけ教授なんだ。いや、僕は教授だからいいんだけど。同様に夜の館のディスプレイにも犠牲者8人の名前が表示されました。はい、というわけでいよいよゲームスタートです。ディスプレイに表示された通り、あなた方は朝野館と夜の館に分かれました。これから1日を3つのアクションに分け、順番に行動してもらいます。では館ごとに自己紹介をお願いします。まず夜の館のキリコさんから。藤見沢キリコ、警察は無能だから私が偉くなって書いてみせるわが心情のロシア人コーター。知識面や調査面が卓越している代わりに言いくるめたり説得するのを放棄しているタイプ。警察官僚の父の手伝いで事件を解決したことがあったり、父親に差し入れを持っていくので、警察、特に若手刑事の何人かには顔を覚えられている信用度もあるとかなんとか。武道はかなりの腕前で、路上の充実は最強と誇りにしている。ちなみに APP17 の銀髪美少女よ。それはすっごい可愛いとこがいるんだよって自慢してそうだね。千春さんと親戚なんですか？ええ、お姉さまとはいとこ同士よ。キリコちゃんとはね、お家もお隣同士なんだよ。なので千春さんのことはお姉さまと呼んでいるわ。なるほど。ではそのまま千春さんの自己紹介をお願いします。はい、根津千春です。心理カウンセラーの卵です。信頼の経営しているシトーバメンタルクリニックにお手伝いのような形で働かせてもらってます。高校時代に区の成果で語学留学したんだけど、ステイ先のこの恋人がナイフによる傷害事件を起こしたので日本に帰ることになりました。事件後にカウンセリングを受ける中で人の心に興味を持ったことから心理カウンセラーを志しました。今は国家資格を取るため働きながら大学入試の準備をしています。過去の経験からちょっと心配性なところがあって、何かあっても大丈夫なようにと荷物をたくさん持ち歩いています。なるほど。では夜の館の最後の一人、富田さんの自己紹介に行きましょう。僕は富田、フリーのジャーナリスト。体一つで事件現場に飛び込んでいくタフな男さ。得意分野は図書館での調べ物と撮影技術。格闘技も得意で、カメラを持ったままでも足技主体で戦えるよ。あ、すみません、残念ながら富田さんの手には今カメラはありません。なんだって、僕の相棒が。これは朝野館、夜の館全員に共通なのですが、時計と電子機器が持ち物の中からなくなっています。服装は？服装はあなた方が普段着ている服装です。パジャマや見知らぬ服ということはありません。スマホがなくなっちゃったよ。夜の館の残りのメンバーは次の5人になります。祭りです。とりあえず女性が多いみたいでよかったわ。いつまでこんな状況が続くかわからないし。話しかけないで。あ、
あなたたちの中に殺人鬼がいるんでしょ。どうも。まあ、こうなった以上、やるしかないんでしょうね。脱出ゲームなんでしょ、これ。私は富永というものだ。気づいたことがあったら教えてくれ。みんなで考えれば何かわかるかもしれない。ベースね、これ。ベースは、いやー、これ、ベイ。以上が夜の館のメンバーです。この中で面識があるのは千春さんと、キリコさんだけのようです。あとは全員初対面だそうです。フルネームは教えてもらえないの？どうやらあなた方以外は自分の、名前を完全には思い出せていないようですね。なるほど。では改めて朝の館の、メンバーに行きましょう。キキさんから自己紹介を、お願いします。オーケー。俺はクキヤマト。日本人とドイツ人のハーフ。APP18 の常備系ドクターだ。警察に検視に呼ばれることもあるぞ。今回の件は、どこの医師会の余興かは知らないけど、打掌は乗ってやるかな、と思っている。あ、そうそう。PC 同士は以前から交流があったという設定にして、構わないですよ。その場合、お互いの性格や面識があったことを、覚えていても構いません。それなら、クキさんに医学を習っていることにするわ。可愛い弟子というわけだね。教授とも知り合いでいいわね。同じ大学ということで。私の知り合いは、このメンバーだとキリコちゃんだけかな。富田さんは、教授の知り合いにしておきましょうよ。何しろ取材を受けそうな著名人は、今のところ僕しかいないからね。いいですよ。よし、では、クキ君とも面識があることにしよう。クキ君、クキ君。ああ、教授。教授もいたんですか。うん。いつの間にかね。それより、この、ふざけたバラエティみたいな企画は何かで。テレビか。テレビかね。ドッキリかね。うん、まあ。テレビ撮影の可能性はあるかもしれないですね。やはりそうか。こっちの館には、僕やクキ君みたいな有名人がいるからね。あとの6人のうぞうむぞうはよく知らんが。教授、声が大きいです。では教授、散々喋った後ですが、とりあえず自己紹介お願いします。首都北にある私立羽入大学の文化人類学部で教鞭をとっている、木更木弥生です。教授を自称し、他人にもそう呼ぶように押し付けていますが、実際の立場は准教授です。准教授なんですか？はい。来年には教授になっているが、3年前からの口癖です。濃いキャラですね。そうでもないです。あと超能力とか宇宙的神秘とかは信じていません。そんなわけなので、今回の件も、常識の範囲内で理解しようとしています。クキ君クキ君。で、カメラはどこだね？プロデューサーはどこにいるのかな？カメラとかは隠してあるものなんで、そう簡単には見つからないと思いますよ。そうか。しかし、よくわからんが、悪趣味な企画だね。ええ。俺以外の7人の誰かが殺人鬼ということですからね。はは。そういう君が一番怪しいんだよ。早速クキ君の名前を書いてカード使っちゃおうかな。そういう企画なんだろ。飛ばしていますね、教授。ちなみに犠牲者リストの教授の表記だけ教授になっていますが、キーパー用の名前メモに教授と書き込まれてしまったからなので対はありません。何書いてんだお前。わかりやすいだろう。お姉様、私向こうの館じゃなくてよかったわ。ツッコミが大変だったと思うの。はい。では二人以外の朝の館のメンバーは次の通りです。探偵の高梨だ。我々がすべきはまずこの館の探索だろう。それがセオリーというものだ。どうも、朝比奈と申します。サラリーマンを、やっております。趣味は食べ歩きですかね。もちろんこんなところに連れてこられる覚えは、全くないです。いやー、参った。本当に参った。石井よ、職業は料理評論家。ああもう全く、一体何がどうなっているんだか。水谷、推理作家だ。以上。双葉、です。はるみくんとお付き合いしてます。よろしくお願いします。はるみ、大学生です。よろしく。なるほど。こちらの女性は二人か。双葉ちゃんは可愛いですか？ APP は12ですね。じゃあ、彼女に向けてニコッと微笑んでおきます。なんだ、君、NTR、金。そういうの良くないと思うよのか。こういう閉鎖空間じゃ仲間を作っておくのは大事なんですよ、教授。ともあれ双葉は頬は絡めます。にやり。
それを見て晴海くんが、何見てんだよ、と威嚇してきますが、二人とも可愛いな。晴海くんにも、ニコッと笑っておこう。晴海くんは動揺しながら双葉ちゃんを、連れて久喜さんから離れていきました。久喜くん、これ、晴海くんまで頬をあがらめたら、どう責任を取るつもりだったんだい。それならそれで。君、日本のダメな文化に毒されすぎちゃいないかね。さて、自己紹介も終わったところで、夜の館の方に戻りましょうか。キーパー、早速だけど、私、電話をかけてみたいわ。皆さん、電話が向こうの館に通じるかどうか試してみますね。と告げて、ためらいもなく受話器を取ります。大丈夫なの？気をつけてね、キリコちゃん。ちゃんと繋がるかしら。どうやらその黒電話は受話器を持ち上げるだけで繋がるようです。朝の館の方で、ジリリリリンとベルが鳴り始めました。電話が鳴り始めた？久喜くん、寝たないよ。俺がですか？わかりましたよ。他の人が取らないか確認してから、近づいていきます。他の人は怖がって出ませんね。出ます。もしもし。もしもし。私は夜の館にいる、藤見沢キリコというものだけど。本当に繋が、藤見沢、キリコさん。俺は、朝の館の久喜大和というんだが。キリコちゃん、大丈夫？変な人じゃない？久喜さん、少々ごめんなさい。お姉様、電話中に話しかけるのって良くないと思うわ。あ、ごめん。お姉さんもそちらに？ええ、一緒よ。久喜さん、どうやら私たち、あのピエロに捕まってしまったようね。ああ、そうみたいだね。同じ認識のようね。だったら、今は、脱出を最優先にして情報交換をしない。オーケーだ。しかし、こんな状況なのに、相変わらずクールで頼もしいな。オロオロしても仕方ないでしょ。それより、そちらはどのような感じ？こちらは、カクカクシカジカという感じよ。こちらは、俺の他に7人いてカクカクシカジカという感じだな。なるほどね、ということで、お互いの名簿の名前を交換し合います。あら、そちらの館には教授もいるのね。カメラはどこかな？今、こっちでは教授が、カメラはどこかなって探しているところだよ。あの人はいつもそういうパターンだから気にしなくていいわ。これから先、電話は緊急事態でなければ、いつでも情報交換に使っていいです。ただし文章ならカクカクシカジカでいいですが。いわゆる画像、見たものの描写については、日本語、ロールで判定してもらうかもしれません。日本語ロールね。オーケーよ。他に知り合いはいないかしら？見たことのある人はいないな。こっちには、富田さんと知り合いなのは教授だけなのよね。じゃあ、伝えるのは無理ね。あとは知らない人たちだらけよ。なるほど。だが、別の場所とはいえ、こういう状況で知り合いと話ができるってのは、話が早くてありがたい。そうね。じゃあ、何かあったら連絡を取り合いましょう。ああ。こっちも何かあったら、そっちには電話番号なんかが書かれているのかな？いいえ。受話器を上げたら突然繋がったわ。そうか。じゃあ、ちょっと今、受話器を下ろしてもらってもいいかな？ええ。こっちからもかけてみよう。受話器を上げます。ジリリリンと夜の館の方でも、ベルが鳴りました。もしもし私よ。ちゃんと繋がったわ。一方通行ではないようだ。ありがとう。確認は完了した。それはよかったわ。電話をしている二人、聞き耳、でロールを、してもらっていいですか？聞き耳、55以下。聞き耳、85以下。では二回目の通話中にちょっと、雑音が聞こえました。何か、今、通話状態が悪くなったような。朝の館、夜の館というくらいだから、私たちはもしかしたら、地球の反対側ぐらいにいるのかもしれないわね。距離的な問題か。つまり、そちらが、夜の時にこちらが朝、のような。考えすぎかもしれないけれどね。なるほど。この脱出ゲームの中では、何か意味はあるんだろうな。キーパー。夜の館の全員に、さっき久喜さんから聞いた、朝の館の人間の状況について説明しておくわ。こちらも同じように、朝の館の人間に伝えよう。あ、私、話を聞いている他の人の反応を伺います。犯人なら、驚く演技をしてるかもしれないし。心理学、入りますか？25だけ。わかりました。特に演技を、
しているような人はいないような気がします。なるほど。朝の館には、私の知り合いの医師と大学教授がいたわ、と、朝の館の名簿の人物を公開します。それなら僕は如月弥生教授の、名前でピンとくるだろうね。如月教授。ええ。教授は、如月弥生教授っていう方で、とてもやんちゃな、面白い方なの。だとしたら多分、その人は僕の知ってる如月准教授だと、思うね。君たち、もう、僕は、准教授ではなく教授みたいなものだよ。では教授の話を、した二人は、アイデア、の半分で、ロールしてください。知人だろうということは確信しました。ふむ、他にも何か思い出せる可能性があったのかな？私は皆さんに自分たちと同じ状況かどうか。つまり、電子機器や時計のようなものがなくなり、記憶が曖昧になっているのかを確認しておきます。わかりました。彼らが話す分には同じ状況です。皆さん一様に電子機器と、時計の類、つまり時間のわかるものはすべてなくなっております。という確認を、朝の館にもします。同じ状況ですね。条件は同じようだね。そのようね。じゃあ、また後ほど。ああ。そちらも気をつけて。ええ。何かあったら、お姉様を頼ることにするわ。それがいいよ。うむ。おそらく、ガメラは階段の下だな。最後に、きっと教授は楽しんじゃっていると思うので言うのだけれども。何かな？私たち、犯罪組織主催のゲームに巻き込まれている可能性もあるから、本当に気をつけてね。それではいよいよ1日目の、スタートです。